どうもー、ゆいにんでーす。今日は、じゃん、ハーゲンダッツクリーミーコーンキャラメル&マカデミア、これを食べたいと思います。ハーゲンダッツからセブンイレブンとコラボでコーンのアイスが出たんですよ。これは日本では初のことだそうです。なので早速買ってきたので最速レポしたいと思います。やばいじゃん、ハーゲンダッツ。今まではね、ミニカップ、そう、あのカップがハーゲンダッツのトレードマークだったけど、なんとコーンにもなってしまいました。セブンイレブンさんやることがもうなんかすごいですね。早速開けていきます。開け口はここで、あ、ごめんなさい、アイスクリームです。で、1個309キロカロリーでね、これ定価で350円ぐらいするんですよ。かなり高級なアイスです。お、アイス様って感じですね。開けまーす。お、おー、開けるとね、なんか可愛い帽子みたい、お帽子みたい、ちょんってこんな感じです。まあサイズは小さいですよね。だけどその分しっかりいろいろ詰まってるんでしょう。うーん、美味しそうだな。早速食べていきたいと思います。いただきます。うん、うん、うまっ。サンドだ。うん、クリスピーサンドのキャラメルの感じによく似てます。で、中身のアイスがめっちゃクリーミー。さすがハーゲンダッツ。クリーミーな中につぶつぶでマカダミアナッツが入ってて、キャラメルとマカダミアナッツってもう最強の出会いですよね。禁断ですよこれは。で、今まではクリスピーサンドのキャラメルで、マカダミアナッツのミニカップ別々だったじゃないですか。それがなんとコーンになって一緒になっちゃった。なんてことですかこれは。やばい、美味しい。何これ、美味しすぎる。うん、コーンもサクサクで、うん、すごいです。バターの香りが、コーンも、コーンまでリッチ。さすがハーゲンダッツ。はぁ、こんなに、まあ、高級だからこその、絶対的な、間違いない自信感ですね、これは。ハーゲンダッツさん、これはめちゃくちゃ自信持って出してると思います。美味しい。なおかつ、ベースがバニラ？うん。ベースがクリーミーな、あの、ハーゲンダッツのバニラだから、万人受けしますよね。この中にナッツとキャラメル、女子好きそうですね。もう私なんかこれ大好きです。今ね、セブンイレブンにしか売ってないんですよ。皆さんぜひ買って食べてみてください。これはね、食べなきゃ冬は終われません。私これ食べないで新年迎えてたら後悔してましたね。なので皆さんもぜひ食べてみてください。私もこのアイスを食べて、まあ年越しやらないやらしたいと思います。今日はハーゲンダッツ、なんだっけ、なんて言うんだっけこれね、あ、ハーゲンダッツクリーミーコーンだって、キャラメル&マカダミアご紹介しました。皆さんもお近くのセブンイレブンへ急げ。それではまたね、バイバイ。